勝山市立正記南小学校は福井県勝山市元町に所在する公立小学校。2014年からユネスコスクール加盟校。勝山市内の他の公立小学校と同様に持続可能な開発のための教育に注力している。ユネスコスクール認定に先駆けて2012年度に第20回環境自治体会議が勝山市で開催されることを踏まえ、 市内の小中学校では2010年度から環境教育が実施された。世紀南小学校ではゴーヤで緑のカーテンを制作した。ユネスコスクール加盟後には ESD 教育に注力している。2020年には高区の食料事情の調査、生産者への取材を行った。2010年1月に発生した配置地震を受け、校内の青少年赤十字委員会は、 同月に募金を呼びかけ、36,106円を集金した。集まった募金は、人愛女子高等学校ボランティア委員会と同日に、日本赤十字社福井県支部に帰宅した。令和3年号説を受け、2021年には、中国人技能実習生をはじめ勝山市在住の、在日中国人による雪かきが正規小学校の付近で行われた。 数日後には、世紀南小の後、6年生が、福井外国人コミュニティリーダー歌いに感謝状を送った。また、同年春には、福井県立恐竜博物館の野外恐竜博物館のシーズンセレモニーに5年生の児童が出席し、発掘体験に参加した。ありがとうございます。